日ハムファンに朗報。北海道日本ハムファイターズでは2日、新庄剛志監督と契約を更新することで合意し、2025年シーズンも引き続き指揮を取ることが決まった。やはり新庄さん続投か。これは地なたかとして見ても、来シーズンの日ハムは相手にとって不足なしだろうな。これは野球界も盛り上がる話題。ありがとうございます。来年は日本一打倒ソフバンで。良いニュースだ。彼の貢献は間違いなくチームのパフォーマンスを向上させるだろう。来シーズンも楽しみ。エスコンにも見に行くぞ。新庄監督の続投すごく好感持てるな。よかった、新庄監督がやりきったからこれで終わりにします、と言い出さないか心配してました。本当に良かった。遠いけど来年北海道まで試合見に行こうかな。来季と再来年もよろしくお願いします。来年含めてあと2年はよろしく頼みます。楽しみです。高木さんの言う通りになりました。来季は3回胴上げしましょう。単年契約でしょうか。まあ何だって良いです。来年も通いますので。ハムファン大歓喜。来年こそエスコンでの胴上げを見たい。公式からの発表は嬉しい。ただ期間は1年なんでしょうか。来年はもっと良い風景を見たいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。来年こそはリーグ優勝、そして日本一を。とにかく手腕がいいです。来年は優勝できそうな感じがします。正式発表。北恵泉集合恵泉北海道連続ドラマの主役キャストの一人です。たくさんのお祝いとご多幸をお祈り申し上げます。私たちの願いはあなたが前進することです。新庄監督で絶対優勝するぞ。すんません、地元ホークスなのですが今年は日ハムずっと応援してました。これからも BIGBOSS を応援し続けますので優勝目指してください。